大谷由美子の女開きトーク。こんにちは、大谷由美子です。今月はなんと6年目の始まりの月です。久々に体レッスンの奥谷真由美さん、性の語り部の夏目まつり子さんと3人のトークです。楽しみ。まつり子さん、はい、こんにちは。性愛命の学び屋代表の夏目まつり子です。今月もよろしくお願いします。まゆみさん、はい、体クリエイト気楽館の奥谷です。よろしくお願いします。よろしく。そういえばもうなんと本当に6年目が始まろうと、うん、びっくりだね。ね、あの時 ね本当に何度も言っちゃうけど、まゆみさんとね、こうつぶつぶでライブトークしてて、そうそう、なんであの時思ったか分かんないけど、さ、サインが来るともっと喋れって言ってるのかって私が勝手に思って、ね、ぶつづけ3時間ぐらい、でもみんながさ、すごい食い入るように聞いてるから、なんか何だか分かんないけど、どんどん喋っちゃって、もっともっと喋ってっていう感じだったんだよね。そうそう、それで3時間も喋ったのに、まだみんな聞きたいみたいな感じだったから、これなんでラジオになったんだっけか分かんないんだよね、なんかね、ラジオ、じゃあこれラジオで、あ、ちょうどその頃ね、ポッドキャストというラジオ配信仕組みでなんかやってくる別のなんかそういうこう、ダイレクトメール出すようななんかそういう会社の見て、あ、このポッドキャストって何ってこのうちの祭りに来てたのか、で、ポッドキャストって何って言って、あ、これをやろう、これでとか言って、調べてとか言ってやって、で、じゃあ来年1月からですねって、そのトークが、あの11月末だったんだよね。そうだったと、そうでしょう、ね、寒い中でね、でも暑い方っちゃったんだけど、そう、もう伝説のライブトーク、私も聞きたかった。なんかいくらでも喋っちゃって、ね、これ何みたいな、あとみんなのね、時間も全然気にしなくなっちゃって、食い入る、あの、なんていうの、矢のように目が来る、体が来るみたいな感じだったよね。そうだった、すごく。そう、で、これ、あの、なんかわかんない、私、ポッドキャストって何かもわかんないけど、なんか声を配信できるらしい。じゃあ、あれで、これをやったらどうとか言って、じゃあ、調べてみます。来年からですね、なんて。え、でも12月がいいんじゃないとか言って、12月ですとか言って突然撮ったの。なんかそれもタイミングだよね、たまたまそういうのがね、申し合わせたように来ちゃってたみたいな、なんかいろんなことってそうだよね、だから、だからね、私思うんだけど、目の前にポンと置かれたものと遊ぶっていうことをするのがやっぱり楽しい、わかる、わかるでしょう、ね、みんなそれないものを無理やり探しに行くんじゃなくて、ちゃんとポンって出てくるから、それで遊んでみようって思うと意外と簡単に持っていく。ここにじゃないものとか、自分が今持ってないものをないないって言うけど、こんなに持ってんだから、持ってるものと遊べようって言う、本当本当、そっかそっか、十分遊べる、そうと思って、そっかそっか、下手に探すとなんか違う情報とかに飛びついちゃったりとか、やっぱり目の前にもうすでに持ってるものを使えないとしたら、持ってないものなんか使えるようにならないから、持ってるものを一生懸命使ってると、なんかそういう、なんていうの、どんなものでもいいんだと思って、最近何でもいいけど、使うということになれるっていうことによって、何でも使えるようになるとか、どんな仕事でもいいけど、真剣にそれをやり遂げるってことをやれば、どんなこともやれるようになるけど、より好みしてるとさ、永遠にそれがやれる人にならないとか、そっかそっか、わかる、わかるわかる、だから目の前にいるものとの遊び方を覚えちゃえば、みんなだとも遊べる、より好みして、これが私に合うとか合わないとか、好きとか嫌いとか言うけど、そうじゃなくて、何をその向き合いとか遊ぶことで何を得るかっていうと、そのプロセス、何かをと遊ぶってどういうことかとか、どうやればそれを制御できたり自分の思うように運べるかとか、それは何やっても学べるんだよね、同じなんだよ、そっかそっか、そう、だからそれをみんなはより好んで、こう、これがないとうまくいかないとか、こういう状況じゃないとか、こういうなんかが揃わないとって思ってると、一回も遊ばない間に人生終わっちゃうみたいな、あ、なんか体験しなきゃ始まらないっていう、だってさ、目の前にそれがあるっていうのは、目の前にそれがあるっていう縁があるからだから、それを使って遊んでいけばいいだけのことなんだよね。そうだよね、そう、だからよくね、私なんかもこう、なんかこういうことをやろうって言ってやってるように見えるけど、全然そうじゃなくて、そういうことが起きたなら、なんかじゃあ本気で遊んでみようとか、あ、この人がこんなことができる、このスタッフがいるなら、なんか、それやりたいの？じゃあやってみたら？とか言って、なんか全部こう目の前のことと、もうめっちゃ真剣に遊ぶっていうところから、全部どんどん、ちょっとね、次がポコッ
ポコって生まれるんだよね。わかる、面白いよね、うん、すごいわかる、うん、そうそうそう。そのもう遊ぶ癖がついてんだよね。そうそうそう、そうこの間もね、そう私もそうなんだけど、うん、目の前にあったものをいかに楽しく遊ぶかっていう癖、うん、もう発想の癖がついてるから、うんうん、どんなものが出てきても楽しくやっちゃうの、うん、でもさ子供ってそうだよね。そうだよ、そう、うん、別になんかあの欲しいおもちゃとかがなくても、うん、目の前にあるものを切ったり貼ったりとか、うん、なんかの、うん、よじ登ったりとか、うん、なんちゃら感じだしね。でもさみんなそうなんだけど、途中からさちゃちゃ入れんだよね親がね、うんうん、で何かがないとっていうのが入っちゃうと、うん、急におもちゃがないと遊べないとかいう子ができたりとか、うん、すごい分かり道がポッと来ちゃう、うん、でもそのまんましてれば、うん、そのまんましてればね、ね、面白いねって言って何でもこう切って遊ぶっていうのがあったんだよね、うんうんうん、もともとみんなそうだったんだよね。そうそうそう、だからそんな感じで ね、なんかみんなそういう思い出せばやれることだよ。だすごくさ、あの人は運がいいとか、うん、なんかちょうどいいタイミングでなんか来るんじゃなくて、うん、来たものと遊んでるだけですって。そうなのか。それで次から次へと展開するんだね。引き寄せてるんじゃなくて、ただ目の前のもので遊んでるからね。そうなの。だからさ、引き寄せの法則とか言うけどさ、うん、違うよね。だっていればさ、必ず何かが周りにあるわけだよね。何もない人っていないから。そうだね。空気がなければ私今日からね、もう死んじゃうわけだし。うんうん、全部揃ってるじゃん生きてる分、うん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 、こんなに揃ってるのに何に増えてたのかなっていうのがある時の気づきだったんだけど、うん、だからあるよね。そうだから引き寄せなんかしなくても、うんうん、もう目の前にあるものと遊んでるとそのものの次っていうのが来るんだけど、うん、必ず出てくるからね、うん、目の前のものと遊ばないと次が来ない。ずっと入り口のドアの前ドアの前にどれがいいかどれがいいかになっちゃうからね。 どのドアがいい正しいのか、どのドアだったら成功するのか、どのドアだったらあれなのか、どのドアが私の好みかしらとか言って、でもとかやってみるから分かるんじゃん、うん、そう、うん、なんかこうドミノ倒しみたいな感じなのかしらね。そうだから一個ちょっとこうポンとやると、そうそう、次にこう開けて入ってみたらさ、うん、あこれ違うわって分かるのも経験だ、うん、そうなの。次のドア開けられるんだけど、うんうんうん、でも違ったけど、うん、違ったけどちょっとやってみようと思ったら最初違うと思ったけど、うん、意外と結構良かったなみたいなのとか、いろんな経験するうちに、うんうんね、押したり引いたりするドアじゃなくて引き戸っていうのがあるんだって分かったりとかさ、あれ、ね、開かない、よくあるよね、なんかお店とかでさ、そうそう、開かない開かないとか言ってるとさあ、よ引き戸だったみたいなでもさ絶対引き戸に見えない引き戸とかあるよね、うん、ある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 、もういい加減蹴飛ばしたくなります ね、そう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 。でもなんかこう、え、どうにも動かなかったっていうものが、え、こうしたら開いたみたいな時って快感、そうそう、解放感っていうか、それはさ、うん、別にテーマが何でもできるじゃん、うん、そう、でこう思ったらこうだったとか、こう見えたものがこう見えるっていうのは、うん、やって初めてわかる、うん、そうだね、そうだから体験って宝だよね。そうだよ、うん、あそうだから、そうか、うん、引き寄せてんじゃなくて、うん、もうあるものと遊んで、そう、でもそれが周りから見ると引き寄せてるように見えるんだよねきっと。そうだね、どん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 目の前のものがパカパカ開いていくから、うん、そう、でもそれは目の前のものをこうより好みせず、うん、遊んでるだけだっていう、うん、だからポッドキャストってなんか本当最初分からなかった、ポッドキャスト何これ、うん、何これ、うん、でもなんかあで見たらね、広告見たらあここでなんか喋ってる、うん、あ自分でラジオできるんだ、でちょうどうちにはメカウーマンいる、うんうん、じゃ調べてみたいなことを言っといた、うんうん、でそんなことしてる時に、あこんなにみんなが真剣に聞きたい話がある、じゃあラジオってどうみたいな、ね、でね、うん、あの写真って大変ですよ、映像で 毎週のようにみんなにこう 見栄えも良くてお話もいいっていう設定するのは結構大変なんだよね、うんうんうん、声だけなら結構簡単じゃないかという、うん、それもあった、うん、声だけなら生きるかも気楽にっていう感じで、うんうん、で始めてみたら ね、また止まらない止まらないで、ね、ほんとほんと、うん、でも最初の頃はね、あの、うんね、こう聞いてる人の旦那さんとかが、うん、なんかこんな何でもない全然テーマもこう志も何もないようなこんなただのおしゃべりなんか1ヶ月も持たないんじゃないって言ってたとか言ってそうなんだ、でもそれで耳に横で妻が聞くのを聞いているうちにあれ途切れない途切れない途切れないまだやってるみたいな、6年目みたいになって、ね、全然結構話、うんうんうん、私でも思ったよね途中、うん、話すこと、そうそうそう、でもなまだあるねみたいなね、うん、でもさ私たちってずっと生まれてるよね、うん、そうずっと生まれてる、目の前の子と遊んでると、うん、もう違う子になっちゃうね、遊んで何か知った途端に自分が違う子になってるわけ、そうだよねきっと、うん、こうやって出会ってほら、うん、2人がこうやって混ざり合うだけでも、うん、あーって言って違う子になってるよね、なんかその場で話しながらあそうだったのかって言いながら気がついたりとか、ね、気がついたり、うん、でそうやってその違う子になっちゃってるから、うん、もう絶対違うこと思いつくから、そう、うん、だってこの6年間の間
間、うん、ラジオの収録中に何個新しいことを思いついて、うん、それをみんなに届けてるか、そうひらめいちゃったって何回言ったか、 今思いついたとかって言ってそれがもう形になって出てたものもいっぱいあるはず、そうそう、うん、今日の話もそうなんだよ、うん、そう、うん、私もずっとそうは思ってたけど目の前に、うん、あ引き寄せてんじゃない、目の前のものと遊んできただけだって、うんうん、こんなに具体的に言葉に出したのは今が初めてという、うんうんうんね、面白い、ね、ということで始まったなんか前置きの長いつぶつぶインターネットラジオ新しい私になるだったんだけど、うんうん、そしたら最近ねルミネとかあの辺歩いても、うん、もうみんな新宿駅とか歩いても、うん、どんどん新しい私とか、うん、なんか目覚めた私とか、ね、あなんかどんどん追いついてきちゃったんじゃ、うん、じゃあちょっと先駆けっぽいよね、そうそう、もうみんな当たり前になっちゃってて、うんうん、なのでこう今年から女開き、うん、女開きトークっていうのになって、はいはい、テーマが女開きに変わって、うん、6年目を今日からね、今月からスタートします、うん、今月もどんな、ね、こう話ができるか楽しみなんだけど、うんうんうん、で女開きが始まったのは、うん、一緒にやったよね最初、そうそう、女開きひな祭りっていうの、そうそうそう、ね、だから2014年からこの言葉が始まってたんだよね、そうそう、うんうん、でもなんで女開きって言ったんだろう、うん、その時ね、なんか世間では女性性開花とかね、うんうん、なんか漢字で言ってたけど、うんうんうん、女と開くっていう、うん、そのなんかこう日本の言葉で言ってるのがなんかちょっと気持ちいいっていう感じがした、そう、私ちょうどその頃にこう、うん、和語の中でも、うん、もう何しろ私が和語を始めたきっかけが、うん、こう男と性のことが一番最初に書いてあって、うん、こんな薄い本で、うん、あ、松部さんにも私よね、うん、性のことが書いてあって、うん、でそのおこう性というのを今まで聞いたそのなんて情欲とか、うん、セックスとかそういうのと全然違う、うんうん、なんか本当になんかすごくすがしいよう なんかこうこの宇宙全体の中にある何か一つのこう物理みたいな感じで書かれてて、うん、でそれを見た時に、うん、あこれだと思って、うん、でさらにそこにこう、ね、女性的エネルギーっていうかこう女エネルギーの力みたいなこととか女の役割とか、うん、それまで全然思ってないような情報が来たから、うん、こうそこから始まったその和語の学びを一巡して、うん、あこれは男とそれでちょうど女の性質と男の性質とかいうそのねこう電子書籍とかを書いたところだったから、もう女ってところに私がガーッと行ってて、でちょうどそしたらあそうだ和暦があるんだよっていう話になって、私もそうそうとか旧暦ね今暦も変わっちゃったって話になって、じゃあ暦を元に戻そうとか言って、うん、そう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 で4月の何日だったんだよね、うん、だからひな祭りは本当はその時のなんか普通のカレンダーの4月2日とかその日だったんだ、そう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 、だから4月2日にこうひな祭りやっちゃえばいいじゃんって、うん、でじゃあね女の子の祭りだから、うん、じゃあいつも2人、ね、3人で喋ってる、うん、あの女を開くっていう、なんかこう女性性とかいうよりは本当に女っていうエネルギーを開くお祭りしよう、そうそう、でちょうどさそれが春の時期だからさ、うん、こう開いてる時期なんだよね、あそうそうだったんだ、ちょうど春は体が開いてく時期なんだよ、それだったんだ、そうだそうだ、そうそう、だからちょうど祭り子さんの、うん、こう和暦っていうのが大事 で、うんうんうん、で私もずっと思ってたのだから、うん、桜餅が間に合わない、葉っぱが間に合わなかったり、うん、柏餅が間に合わなかったり、うんうん、お正月のね七草がゆに葉っぱはありませんみたいなこと、うん、それ不思議だよね、そう起きちゃうのは暦がずれちゃったからだなっていうことを思ってたから、うん、あじゃあいいよねって言って、でそこにね、うん、女の体は春に開くとか、うんうん、開くのがいいんだとか言って、そうかそうか、そうだ体だけじゃなくて心が開けばいいんじゃないとか言って女開きになったんだね、うん、そうそうそうだそうだそうだった、ね、それもさラジオで話しててなったんじゃなかったっけ、そう話したね、そうだよね、それでタイトルが決まっちゃったみたいなね、そうそうそう、で和暦とかあれとか言って、うんうんうん、じゃあもうひな祭りやろう、じゃあ今から調べる何日とか松井さん知ってて4月、だって松井さんいつもほら、うん、なんだっけ満月とか、そうそうそう、ね、カレンダーに書いてあるとか、うん、そういうやっぱり物理的にあるじゃんね、こう、うん、地球と月の関係とか、うん、で特に女性は、ね、こう月にこう循環してるから、生理とかもそれにね、うん、話をしてたから、うん、ですぐにポンポンと決まって、うん、じゃあやろうやろうとかって言って、うん、でもう結構ね、うん、そうそう、ババババババンっていう感じ、わけもわかんないお呼びかけに、うん、結構人が集まって、うんうんうん、楽しんだよね、楽しかった、楽しかったね、だからなんか踊ったの、踊ったかも、そうなの、そうなの、だから
あのね、まゆみちゃんがフラを踊って、そうだった、でしかもそれも予告してなかったんだよね。そうだった、そうだった。もうノリで、なんかこう、第2部のなんか宴の時に、私はいきなりこう、なんかおへそ出し衣装でベリーダンスを踊って、えぇーみたいな、みんなも、そうだった、そうだった。来た人にしかわからない、このね、サプライズ。サプライズをしながらの、本当に女開き祭りができて、あの時会場では、回ったよね、なんかね。そう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 。本当にね。直線と円を作って、女性は円で回るとか言って回った。あ、そうそう、それもね、それの録画もあるから、あんなに行きたいぐらいですみたいなのが秘蔵映像、ということで始まった、あのね、今日のテーマもう十分言っちゃったよね、皆さん目の前のことと本気で遊ぶ、もうより好みしてる時じゃないの、もうやりたいこと、何かが目の前にあるってこと自体がもう幸せなことなんで、もうそれと目いっぱい遊ぶと、ダシシみたいに好きなことが言えて、好きなことやれて、ね、こう楽しく生きていかれるよ、人生ができるよ、そうだね、また来週続きをお楽しみに、ありがとう。